あれだって2日前にも来てたんでしょ。そうです、金沢はちょっと全然ロケをさせていただきました。どっち行く？こっち？ちょっとだけ行ってみようか。金沢の街をフラッといいねしたいと思います。本番前ですけど誰にも気づかれないっていうのがいいね、うん、いや、タレントさん本当にこれ気づかれない率が多いんですよ。私気づかれない、オーラ的なことじゃないの？そうなんですかね。だって紫って、でもこの間もね、ほら出雲大社行ったじゃないですか、うん、その時も紫色の人がねお参りしに来てて、うん、隣でお参りしてたんですよ。あの子にだけ追いついてみたいよな。走る？ちょっと頑張る？走る？あそこまでだけ早い紫推しの子あ、こんにちは。ゆりちゃんいるよ。これ流して大丈夫？ゆりちゃんだよ。こんにちは。ゆりちゃんいるよ。ちょっと散歩してたの。そしたら紫推しの子がいたから、あれ紫好きなの君も。ゆりちゃん好きやな。そうなの？お父さんこれいい？放送しても。あ、大丈夫ですよ。やったな。やったよ、レニちゃん。レニちゃんいたよ。レニちゃんだよ、わかる？キライブ見るの？見てくれるの今日もう帰んの？もう帰る？そう、まだ帰んないよね。まだ帰んないよね。もう帰っちゃうの？だいぶ見るんだもんね。何歳？4歳？元気だね。よかったね、お父さんと一緒に見るんだ。はい。あ、よかったよかった。僕はあの川上さんと誕生日が一緒だ。え、本当？はい。あ、でも昭和49年は違うでしょ？違います、53年。あ、53年。若いじゃん。お父さん若いね。君も。こんにちは。そろそろ、そろそろ逃げよう。そろそろ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。またねー。やばいやばい。これ映ったの勝手に流しちゃうからね。よろしくね。流れちゃうよ。バイバイ。バイバイ。よろしくお願いします。また後でねー。バイバイ。川上さん、川上さん、俺の方が目立ってたかな。なんで川上さん。え、すごいね、やっぱなかなかお前人気者じゃないか。イエーイ、レニちゃん人気者っていう動画にしとこう。気づかれた、気づいてくれた。でもよかったね、あのちっちゃい子もね。そうですね、いや今回は結構あのご家族でね来てくれたりもしてるんですよ。はい、結構お子さん席もありますしね。そうなので、あのね、あの ちびのふちゃんたちと一緒に踊るコーナーとかもあったり。あんまり嘘教えんのやめた方がいいよ、あの振り付けも。振り、嘘ついてない、はい、いやでもすごいよ、見て街並みが。あ、お嫁さん、お嫁さんじゃない？お嫁さんだ、結婚式してる。結婚式、こんにちは。すごい、こんにちは。こんにちは。すごい、なんかウェディングドレスとかじゃなくて、ね、なんか和な結婚式してる人がいる。すごい、なんかいいね、こういう街並みの中で結婚式できる。ちょっといい空気ですよね、すごく。超気持ちいい。はい、あ、太郎さんありがとうございます。これで本番も頑張ります。イン金沢でした。